こんにちは。朝4時半です。ちょっと曇っていて気温は18度です。宿根ひまわりブリーディングハーツたくさん咲いてきました。乗り移ぎマジカルムーンライトが咲いています。そしてこれは西洋ノコギリソウですね。この百合の名前はトライアンフェータ、そして黄色いのはゴールデンスプレンダーです。ヘメロカリスシロームジムカッパー、ヘメロカリスコーラスラインも咲いています。ヘメロカリスシロームティタイニ、ヘメロカリスカントリープライド、これはずいぶん長いこと咲いてますね。ソリダゴゴールデンモサが咲きました。ヘメロカリストスカウィラタージマハル、今日はたくさん咲いてますね。ヘメロカリスドラゴンズオーブ、長いこと咲いています。ビューティーファーリースも咲いていますね。これはフェアリーテールピンク、まだ半開きです。そしてムーンストーリーです。宿根姫ひまわりの向こうにはスカシユリが見えてますね。スカシユリクーリア、白っぽい花です。そしてオレンジが小平ですね。豪華なスカシユリです。そしてチャイコフスキ、これは糸写真ですね。クリナムポーエリーアルバ、おしべの色が最初は白でちょっと灰色になりますね。アルストロメリアフェニックス、そしてオレンジパーフェクションです。人参には赤筋カメムシです。6時半になりました。曇っています。6時半の庭はこんな感じですね。この10分後には家を出発しなければなりません。今日は大人の休日クラブ4日間日帰りの旅の最終日にあたります。頑張って行ってこようと思っています。ヘメロカリス開いてきましたね。日中の姿が見られないのが残念ですが、頑張って咲いてほしいと思います。ユリも綺麗に咲いてますね。さっきよりもこのヘメロカリス綺麗に咲いてきました。これも綺麗に咲いてきましたね。花菖蒲まだまだ頑張って咲いています。エキナセア、そしてヒペリカムですね。これはアガパンサス、開花直前です。エキナセアもたくさん咲いています。エキナセア、サマーサルサ、それからエキナセア、ホットパパイヤも咲いていました。綺麗な透かしユリに後ろ髪を引かれる思いで、出発いたします。最初の目的地、吉祥寺に着きました。このお店でクレマジェラータというのを食べました。美味しかったですね。キャットカフェ手まりのお家に行きました。チリちゃんがいましたね。そしてこれは看板猫のフィガロです。とても凛々しいですね。キリッとしています。この猫ちゃんはケマリちゃんですね。これはわらびちゃんです。かわいいですね。けまりとそれからブラシですね。みんなのお食事タイムです。けまりがまたやってきました。以前よりもちょっと猫の数が減ってしまったようですけどもね。みんなおとなしくてお利口ちゃんな猫ばかりです。以前よりも営業時間が短くなってますね。これはファニーですね。かわいいです。お昼はイタリアンを食べました。これは前菜、そしてズワイガニのトマトクリームパスタです。超美味しかったです。そして井の頭公園に行きました。ハシブトガラスのつがいに遭遇しました。初めて撮影できましたね。ペットのベンガルワシミミズクにも会いました。かわいいです。丸尾です。猫カフェの猫には負けておりませんよ。今日はこの辺でバイバイニャン。